ました。はい。ハマダって言ったらベルガロッソハマダっていうサッカーチームがあるんですよ。はい。そこをボンドでやってくれてるから、はい、ちょっとそこ行かなきゃいけないんですよ。はい。で、ちょっと昼飯食ってないんですよ。はい。とかいろいろあるから、時間潰しとってほしくて。ああ、はい、わかりました。だけ食べていいけど、まあその辺あれ経費使っていいけ。あ。領収書だけ取ってくれて、昼ご飯ぐらいは食べていいから。わかりました。じゃあ行ってきます。はい、また連絡します。はい。はい。めちゃめちゃお腹も空いたし、社長マジで帰ってこんので、さっき経費使っていいよって言われたじゃないですか。でお腹空いとるからさっきインスタで調べたらなんか海鮮の美味しいお店があるって言っとったからもう使ってもいいかなだったらと思って。これです。 See you。 お寿司屋さん。おお、いい感じ。めっちゃいい感じのお寿司屋さん。めっちゃお腹空いてるからめっちゃいっぱい食べちゃおうと思います。トロが2、トロが2個、ノドグロが2個、ノドグロが2個で、つぶ貝も2、つぶ貝も2個で、トロタクも2で、トロタクも2で、ウニも2で、ウニも2、はい。で、中トロも2、中トロも2、イクラも2で、はい、はい、以上でお願いします。さすがに社長も待っとったけど5時。いつになったら戻ってくるんだから、だからもうしょうがないです。なんでもう高いのから順番に2個ずつ行きました。嬉しい。いただきます。うん、まっまっまっ、やばい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 。絶対うまい。これ800円。やばっ。中トロ、うまっ、うまっ。これ社長が悪いんで、みんなには罪はないんで、もうちゃんと仕事で返します。めっちゃ働きます。許してください。800円のトロタク、これマジでマジでしおりさんに怒られそう。社長のようにほんまにほんまに怖くなってきた。なんか食べよって。大丈夫かな。やばくね。マジでやばい。食べていいこれ。しかもめっちゃ食べようでも、ね、何個食べるっていう。やば。これ島根直送の島味です。2個も頼んだ。4缶ある。ほんまにごめんなさい。大トロ、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 大トロ。見てください、つぶ貝やばくないですか。うん、まっ。のどぐろ、
ラスト、のどぐろ、いただきます。11,264円。美味しかった。お疲れ様です。あ、お疲れ。終わりました。ごめん遅くなって。カバン貸して。カバン、うん、あ、はい、ごちそうです。ごちそうさま。ちょっとガス、ちょっとガス。お前小平、ちょっとやらかしてんじゃん。いやめっちゃ美味しかったです。あの動画撮ってるんで後で見てください。めっちゃ美味しかった。いや、めっちゃ考える、考える。お前もう回し出したらもうその気になるぞ、お前。何お前減りやがったな。何おい、ほんま。ちょっと待ってって。寿司。寿司。いや、なんか海鮮が、浜田って言ったら海鮮らしいです。え、こいつやばいんじゃけど。いや、え、やばくないこれ。で、ベルガロスでね、お前何撮ってんねん、お前これ。ベルガロスで来てました。ぶっ飛ばすの、ふざけんなよ、マジで。お前ふざけんなよ、ほんま。いやーい、お前ほんまにいらんって、マジで。マジいらんって、もうリゼムみたいなことせんでいいって。いや、しかもリゼムよりタチ悪い、お前それは。いや、リゼムよりタチ悪い。お前渡してくれたじゃないですか。違う。いや、それ飯食うって言うやん。はい。いや、ちょっと待って、お前これ画角す、いや、マジで本当にまずい。いや、私が悪いですか、これ。いや、悪いよ。いや、もう焦って、なんかよくわからんかったけど、ずっとなんかこう、回転しとったやん。これすりゃよかったのに、思いつかんって。でも、マジでめっちゃ美味しかったです。ほんまにごちそうでした。一人で12,000円ってこと。はい。で、浜田、いっぱいあるけど、うん、そんなんいかんやん。せいぜい1000円やん、行ったとしても。私も知らんくて行ったら。違う、寿司いかんやん。いやいや、でも海鮮がって言って、せっかくなら。いや、ほんまにこれカメラ回ってなかったらマジでもう本気で。いや、だからカメラ回してる。いや、なんか切れられたら嫌やなと思って、カメラ回しとったら大丈夫かな。だからカメラ回しとるっていうの鬱陶しすぎる。いやー、もうほんとちょっとガチの仕事で来てんすけど。ついてきてよかった、嬉しかった。いや、マジ知らんよ、しおりとかに。いや、ほんまにごめんなさい。それは、それはほんまにごめんなさい。あー、だる。でもまあ、それは社長が何かできるか。できるか、もう。やだ、帰り。いや、そりゃそうよ、もう2時間ぐらいずっと説教する。そうよ、帰り長いんか。いや、絶対カメラ回させんけ。絶対カメラ回させん。ガチのやつ。いや、ちょっと待って、もうベルガロッソさんの前で、まあ、ほんま、っていうことで、っていうことで殺します。絶対殺します。お疲れ様でした。いや、マジで殺す。マジで殺す。うわー、そうです。